日曜の午後、ちょっと雨模様ですが、今から旦過市場を中に入って今回の再発見特別編は北九州市小倉にある旦過市場です。その旦過市場の様子を映像でお伝えしながら今までの経緯を振り返ってみます。再発見特別編、北九州市小倉北区旦過市場。日曜の午後とあってお店はですが、かなりですね、閉まっている感じです。旦過市場一番南の端から北に向かって歩きます。神竹川の東側に位置し、古文字通りを挟んで魚町銀天街に接続している旦過市場。アーケードになっていて200店舗以上の店が軒を連ね、鮮魚、青果、精肉、惣菜などを扱う店がひしめき合っています。郷土料理の陣谷やクジラの肉を扱う店もあり、北九州市を代表する市場です。カレー屋さん。この旦過市場で2022年4月19日火曜日未明に火災が発生。新旦過横丁付近から出火し、1924平方メートル、42軒に延焼。そしてこちら火災の被害に遭われたところですが、こういう形でですね、広範囲に整地整備されているようです。そして8月10日水曜日夜にも再び大規模な火災が発生。45店舗3324平方メートルが焼けてしまい、この火災では県内最古の映画館小倉昭和館も焼失しました。かなりの範囲が火災によって、ダメージを受けたというふうに思われます。その火災原因について不明とする調査報告書を北九州市は公表しました。出火場所は市場に隣接する旧新旦過町内会の木造飲食店と断定したそうです。出火原因をめぐっては福岡県警も不明とする鑑定結果をまとめていました。市の消防局によると、防犯カメラの映像や現場の痕跡から放火やタバコが原因とは考えにくいと判断したとのことです。電気系統による出火の可能性を重点的に調べ、火元と判断した店舗内でショートコンが残る電気コードを見つけましたが、火災原因となったかは特定できなかったそうです。それからもう一つニュースがありました。被災した跡地では仮設店舗の建設が1月31日に始まりました。その映像は残念ながらないのですが、深さ40センチの溝を掘り、コンクリートで固定して店舗の土台を作っています。今後はガスと水道も整備するそうです。北九州市は火災の前から再整備を計画していた区域について、被災した店の仮設店舗を整備、約1100平方メートルの焼け跡に26区画を整備し、プレハブの建物を設けるそうです。で、一部店舗、新築された店舗もあります。こちらは、果物屋さんがあった場所ですが、きれいに整地されているようです。北九州市小倉北区の旦過市場の情報をまとめてお伝えしました。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたよろしくお願いします。